私は壁の外から来たエルディア人、あなた方と同じユミルの民です。壁の王よ、今すぐ壁に攻めてきた巨人を殺してください。妻や子供たちが、壁の民が食われてしまう前に。罪から逃れてはいけません。我々ユミルの民が裁かれる日が来たのです。巨大な力に対し人はあまりにも弱い。私は巨人大戦の悲劇で悟りました。誰かが人の手から巨人の力を守らねばならないと。再び始祖の力が弱き者の手に落ちるなら、再び世界は地獄と化す。世界を守るためには我々は罪を受け入れ、滅びゆくほかないのです。あのお姉ちゃんとは気が合いそうだが、この一家はここでグリシャによって皆殺しにされる。お前はかつてこの記憶を見たと言ったな。そして父親に深く失望した。あれも嘘だったの。私の家は破壊された壁のすぐそばにあり、そこで妻と息子と娘と暮らしている。この壁に住む人々は誰も先祖の犯した罪など知らない。あなたが壁の民の記憶を奪ったから、ただ訳も分からず巨人に食われることが贖罪だというのか。いいえ、我々がいくら反省したところで我々エルディア人が奪った人々の命を戻すことはできません。しかし壁の外の人類の命を奪うことを防ぐことはできる。我々がただ何も知らずに世界の怒りを受け入れれば、死ぬのは我々エルディア人だけで済むんです。私を説得しようなど無駄なことです。そして私から始祖の巨人を奪ったとしても、あなたでは分かっている。私が始祖の力を使えないことは。9つの巨人にはそれぞれの特性がある。私に宿る進撃の巨人にも。かねてより進撃の巨人の継承者は何者にも従うことがなかった。私にはその理由がわかる。全ては王の独善に抗うため。そう、この時のために皆がこの記憶に導かれた。進撃の巨人は未来の継承者の記憶をも覗き見ることができる。つまり未来を知ることが可能なのだ。未来だと？どういうことだ、エレン。進撃の巨人の特性、そんな話を。あなたがそれをご存じないことも知っている。不戦のちぎりで始祖の力を完全に扱えないのは、王家といえどあなたも同じ。私はここで始祖を喰らい、王家の血をここで絶やす。そういう未来だと決まっている。逃げて。できない。